族退治を終わらせて、アストラル大陸へ行く前に、いくつかイベントを思い出したので消化しに来ました。ここは、ホットです。全部で5種類あるらしいです。
こがキメラです。ループですね。さっきのナオスを倒すとクリアですかね。ですね。仲間にしていない場合、この町でアシュレイを仲間にできます。こっちからは話しかけられないみたいですね。この先のボス戦がまた全滅の可能性があるので、ちゃんと買っておいた方がいいでしょう。
闘技場ですね。クリア報酬目当てで後々お世話になります。セリフが用意してあるんですよね。さすがに、オスの方は、いい加減ですが。彼が、アシュレイですね。これでフラグが立ったかな。ラテで闘技場に参加します。アシュレイを仲間にするには一度優勝する必要があります。 H ランクの敵は最初の方に出てきた雑魚なので楽勝です。ちなみに闘技場では特定の回復アイテムしか使用できません。まあ、余裕ですね。全部で5点あり、5点目がボスになります。敵だ、行くぜ。
デートアクションを起こしましたが、この状態でアシュレイに話しかけないといけないと勘違いしてました。なのでカット。アシュレイはさっき話をしたから大丈夫みたいです。それでは港へ行きましょう。ちゃんといましたね。いいですよ、お選ぶと仲間になります。ここは陸路で王国へ行く道の洞窟ですね。気になるアシュレイのタレントはこれまたゴミですね。今回は全く運が悪い、野生の感があってよかったです。さすがにこの先円カウントを抑えないと大変ですからね。
ですね。とりあえずレベル1だけ。